皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。少し古い作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉などを、簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいように、 ゆっくり読みますすぐに物語を聞きたい人は概要欄の「目次をクリックして先に進んでくださいまた読むスピードが遅いと思う人は YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね さて、今回の作品は、萩原作太郎の、秋と万歩です。万歩とは、どこへ行くか決めずに、気楽に気に入ったところを歩き回ることです。でも、この言葉を普段の会話で使うことは、 めったにありません同じいみの「そぞろ歩き」をつかいます「まんぽ」は「さんぽ」とにていますがすこしちがいます「さんぽ」にはけんこうによいイメージがありますが「まんぽ」や「 そぞろ歩きという言葉にはそのイメージはありませんただのんびりと気楽に好きなように歩くそれがまんぽやそぞろ歩きのイメージです作者の萩原作太郎は詩人です 季節の中で秋が一番好きだというさ太郎。このエッセイには彼がどうして秋を好きなのかその理由が書かれていますぜひ最後まで聞いてみてくださいね 秋と万歩萩原作太郎「四季を通じて私は秋という季節が一番好きである」「もっともこれは大抵の人に共通の好みだろう」「元来日本という国は 気候的にはあまり住みやすい国ではない。夏の湿気の多さ、蒸し暑さは世界に比べるものがないほどだと言われている。それに春は空が低く憂鬱で、冬は紙の家の設備に対して寒さが 少し,ひどすぎるしかもその紙の家でなければ夏の暑さをしのぐことができないのだ日本の気候ではただ秋だけが快適で人間の生活環境によく適しているだが 私が秋を好むのはこうした一般的な理由以外に特殊な個人的な意味もあるのだ。というのは秋が古外の散歩に適しているからである。元来私は全く趣味や道楽のない 人間である「釣りとかゴルフとか美術品のコレクションなどという趣味や娯楽は私の全く知らない世界である」5「五将棋の類は好きだが友人との交際がない私は対戦する相手が めったにいないので、結局それもしないままでいる。旅行も私はほとんどしたことがない。嫌いではないが、荷造りや旅費の計算が面倒で、それに宿屋に泊まることが嫌だからだ。 こうした私の性癖を知っている人は私が毎日家の中ですることもない退屈な時間をつぶすために雑誌でも読んでゴロゴロしているのだろうと想像しているしかし実際は大違いで私は書き物をするとき以外 家の中に半日もいたことはほとんどない。どうするかといえば、野良犬みたいに終日、古いをうろついているのである。そしてこれが、私の唯一の娯楽でもあり、暇つぶしでもあるのだ。 つまり私が秋の季節を好むのは子外生活をするホームレスたちがそれを好むのと同じ理由なのだ前に私は散歩という字を使ったが私のそれはこの言葉に少し合わない 近頃流行のハイキングというさっそうとした様子の歩き方をするのではない。多くの場合私は行く先の目的もなく方角もなく、正気を失った人のようにうろうろと歩き回っているのである。 そこで、万歩という語が一番適しているのだが、私の場合は、瞑想にふけりつづけているので、もし仮に言葉があるなら、名歩という字を使いたいと思うのである。私はどんなところでも歩きまわる。 だが大抵の場合は街の中の賑やかな雑踏の中を歩いている少し歩き疲れた時はどこでもベンチを探して腰をかけるこの目的のためには公園と駅が一番良い 特に駅の待合室はよい単に休憩するだけでなくそこにいる旅行客や群衆を見ていることが楽しみなのだ時には私は単にその楽しみのためだけに駅へ行き3時間も ぼんやりすわっていることがあるそれがじぶんのいえでは退屈でいちじかんもいることができないのだエドガー・アラン・ポーのある小説のなかにいちにちじゅう群衆のなかをあるきまわることでしか 心の落ち着きを得られない不幸な男の話があるが、私にはその心理がよくわかる。私の故郷の町にいた竹という小敷は、実家が裕福な暮らしをしている農家の一人息子だった。しかし、 家を飛び出して小じきをしている。警察官が見つけて家に送り返すとすぐまた逃げて町へ戻り終日にぎやかな通りを歩いているのである。秋の日の晴れ渡った空を見ると 私の心に不思議なノスタルジアが起こってくる。行き先も決めず、見知らぬ町へ旅をしてみたくなるのである。しかし、前に言ったとおり、私は汽車の時間表を調べたり、荷物を作ったりすることができないので、 いつも旅へ行きたい気持ちが心のイメージの中で消えてしまうだが時にはそういう面倒のない手軽な旅に出かけていくつまり東京の地図を持って本所深川の知らない町や浅草麻布 赤坂などの隠れた裏町を探して歩く特に武蔵野の平野を縦横に通っている様々な電車に乗って沿線の新しい町を見に行くのが不思議に物珍しく楽しみであるひもや 武蔵小山戸越銀座など見たことも聞いたこともない名前の町が広い野原の真ん中に実在して夢に見る竜宮城のようににぎわっている開店広告の赤い旗が店の前にひるがえり 虐隊の鳴らす響きが秋空に高く聞こえているのである家を好まない私古外の万歩生活ばかりをする私は生まれつきあちこちさまよい歩く性格なのかもしれない しかし実際は一人で自由にいることを愛する私の孤独を好む性格がそうさせるのである。なぜなら人は郊外にいる時だけが実際に自由であるから。 いかか。がでしたか秋にまんぽを楽しむ萩原作太郎みなさんはどの季節が好きですかそしてその季節に何をするのが好きですかよかったらコメント欄に書いて教えてください。 日本語で入力できる人はぜひ日本語でのコメントに挑戦してくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで聞いてくださりありがとうございました。